皆さんこんにちは。レック専任講師の弁理士の吉村です。今日はですね、知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識ということで、だいたい1時間ぐらいお話しさせていただきます。で、生で受けていただいている方はですね、その後30分間私ここに残りますので、何か質問あったら受け付けますので来ていただければと思います。はい、お手元に知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識という資料がございましょうか。これに基づいてお話しさせていただきたいと思います。じゃ早速開いてください。でですね、左上の1口述試験に合格するためにはとあるんですけれども、その前にですね、簡単に私の経歴をお話しさせていただきます。で、私はですね、平成17年に論文合格しまして、その年なんと口述試験落ちたんですね。口述試験すごいなめてまして、当時は口述試験は人間として問題なければ受かるみたいなこと言われていて、私それを真に受けてほとんど勉強しなかったんですよね。で、論文の試験の出来が良かったので、どう考えても、当時9割ぐらい受かるって言われてたんですけれども、どう考えても下位 1割に入るとは思えないと。で、適当にこう喋るのが上手っていうか、好きだったので、特に問題ないだろうということでやんなかったんですけれども、これが全然通用しなくてですね、落ちちゃいました。で、敗因は完全に舐めていたんですよね。口述の勉強全然やんなかったんですよ。で、これはやばいということで、当時は予備校とかなかったんですよね。口述の対策やってるとことかなくて、で、しょうがないからですね、口述当時落ちた人50人ぐらいいたんですけれども、なんかよくわかんないですが、口述落ちの人ってなんか群れるんですよね。どっかからのネットワークでこう集まって、東京では20人ぐらい集まって、で、その20人のみんなで、みんなどうすると、で、どうやったら口述受かるのかみたいのをみんなで真剣に考え、議論して、こういうふうに勉強したらいいんじゃないかっていうのを議論して、で、勉強したところですね、翌年私も含めみんな合格することができたと。で、なんかいい口述のこうノウハウみたいのがありましたと。で、私の同じような悲劇を皆さんには繰り返してほしくないと。またですね、弁理士が合格せずに、弁理試験に合格せずにですね、しないってことは、ある意味こう社会的損失だと思うんですよ。社会で活躍する弁理士がいないと、一人減ってしまうと。で、そういったね、社会的に良くないことをね、防ぎたい、そういう思いでですね、合格後ずっと弁理試験の実務の傍ら、ほぼ口述専門で受験指導をやらせていただいております。で、さて、じゃあまずですね、その知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識の前に、そもそも口述試験に合格するためにはどうしたらいいんだろうっていう、そこを見ていきましょう。で、特許庁のホームページを見るとこんなことが書いてあります。各科目について採点基準を ABC のゾーン方式とします。で、合格基準はC 評価の科目が2以上ないことと。で、この ABC に分けて A がよくできてる、 B が普通、 C が悪いっていう話で、で、 C が2科目以上ないことっていう。で、ここから分かるのは、コンスタントに B 以上を取るっていう勉強が望ましいんですね。対策が望ましいと。で、 C はあっても大丈夫だから、 A は取り行かなくていいんですね。ホームランは打つ必要はないと。どんな問題が来ても B 以上ですね、 B 以上で回答することができるように、広く浅く勉強するっていうのが大切だということが分かります。またですね、合格基準は C 評価の科目が2以上ないことなので、これ逆に言えば C 評価1科目あっても大丈夫なんですね。で、後でお話しますけれども、口述試験って特許法まずやるんです。朝一で、朝一というか特許法やって、次の部屋呼ばれてって衣装法やって、次の部屋やっていって商標法の問題が出されるんですけれども、特許法の一発目で全然ダメでしたね、次の衣装法商標法では頑張ってくださいねとか言われると終わったって、すごい衝撃を受けてですね、もうそこでね、意気消沈しちゃうして、もう諦めてしまうことがいるんですけれども、
それはまだ合格1科目 C でも他の科目 B 以上であれば大丈夫なので、諦めちゃダメなんですよねっていうことが言えます。でですね、じゃあところで採点基準 ABC ってなっているんですけれども、 ABC って各科目どういった基準でつくのっていう話があります。で、各科目 ABC どのようにつくかというのはホームページ上には何ら記載はないんですけれども、受験業界ではこんなことが言われています。で、実際にこういう現状こういうふうに行われています。で、ここに書いてある通り、各科目10問とか20問とか問題があるんですよ。で、最後の問題まで回答できれば原則 B 以上、出来が良ければ A がつくと。で、これ別の言い方するとだから全問正解っていうことですね。で、一個一個聞いていくんですよ。試験員が一個一個聞いてきて、今福さんの人がですね、受験生さんが回答すると、福さんの人と今の回答で大丈夫ですかね、いいでしょうみたいな感じになったら次の問題に行って、回答がいまいちであれば、ちょっと違うな、なんか別の観点から言えませんかとか、なんか、もう一度問題読みますよ、もう一度答えてくださいねとか言って、その問題回答できるまで延々そのリピートするんですよ。繰り返しがずっと行われるんですよ、その問題で。先に進めないと。で、そういった感じでね、決められた10問とか15問とか20問とか進むんですけれども、そういった出題形式の中、最後の問題までいけば B 以上と。で、最後の問題までいかない場合には C がつくと言われてます。で、大体試験科目、各科目の試験時間が大体10分ぐらいです。10分間の間に、最後の問題まで行くっていうのが重要なんですね。で、年によって出題数が異なるんですけれども、問題数が多い年は24年度とかは10問とかじゃない、15問とか20問とかあるんですよ。で、そうすると時間が足らなくなってしまう受験生さんが多いんですね。できるんだけれども時間が足らないと。なので、まずはじめはね、普通に回答することができるように頑張るっていう勉強が必要なんですけれども、大体もう答えれるようになったと。そういった上位の受験生さんはですね、いかに早くその問題を終わらして次の問題に行くかと、いかに通してもらうか、時間をかけずに通してもらうかっていう観点からこう取り組んでいただけると合格により近づきます。で、これが1、口述試験に合格するためにはというお話でした。で、次がですね、口述マナーの基礎知識の前に、口述試験合格のために私3つポイントがあると思ってます。3大ポイントで、1番が条文青本、2番が過去問プラスアルファで、3つ目で場数を踏むと。で、これそれぞれについて説明していきたいと思います。で、まず1番の条文青本見てください。で、私今から1時間がもうあと50分ぐらいお話しますけれども、一番重要なのがここです。条文青本、口述試験のお約束っていうのがありますよね。で、これはね、これだけは忘れずに書いて頭に入れておきましょう。口述試験のお約束、まず条文で答える、趣旨や理由は青本に記載されていることを答える。で、これがね、原則、大原則なんですけれども、大原則です。で、自分の言葉は絶対にダメなんですね。で、私の経験だと、私の例だと、特許法じゃないや、特許法39条ってどういう規定ですかみたいなことを聞かれたとします。で、当時 の受験時代の落ちちゃった年の私はですね、ダブルパテント排除の規定ですと。で、なんか同じような発明について2つの出願があった場合には先願優位のもとに調整される規定ですみたいな、なんとなく意味は通じると、気持ちは伝わると思うんですけれども、そんな言葉全然条文とか青本に書いてないじゃないですか。で、それで答えれば十分だと思ったんですよ。自分の理解を示せば受かると、自分の理解を示せば伝わるのではないかと思ってたんですけれども、これがまあ全然違かったんですよね。
で、例えば医症法の9条がよく品質されるんですけれども、医症法の9条について説明してくださいと言われたとします。じゃあちょっとお手伝いいただきます。すいません。医症法の9条を説明してください。異なった日に同一または類似の医療について出願があった場合、再生の出願人のみが登録を受けることができる。いいですね。いい線いってますね。大体合ってるじゃないですか。で、ちょっと違うんですよね、これね。回答を見るとですね、こんなこと書いてあるんですよ。はい。で、同一または類似の遺書について異なった日に2以上の遺書を届く願が上がったときで、今お答えになったのが、異なった日にから始まったのかな。あ、2以上の遺書、2以上の遺書について異なった日に、あ、そう、異なった日にから始めたったんですよね。だから異なった日にとこの同一または類似の遺書についてがこう逆だったんですよね。あとよくある間違いで、異なった日に2以上の遺書登録出願があったときは再選の遺書登録出願人のみがその遺書について遺書登録を受けることができる。で、このその遺書についてって文言が抜けたんですよね、これね。で、この文言が抜けやすいのは、この文言がなくても意味が通じてしまうからなんですね。再選の遺書登録出願人のみが遺書登録を受けることができるって、なんとなく意味が通じちゃうじゃないですか。だからこれが抜けがちなので、こういうとこが抜けないように気をつけてくださいみたいな、そういうね授業をしていくんですけれども、で、これがね厳しいんですよ。で、一番厳しい時はこのくらい厳しいです。で、私が今から一箇所だけ違うところを言います。で、皆さんどこが違うかよく聞いて考えてみてください。で、24年度の私の知り合いの受験生なので、こう答えた方がいたんですね。同一または類似の遺書について異なった日に2以上の遺書登録出願があった場合には、再選の遺書登録出願人のみがその遺書について遺書登録を受けることができる。どこが違うか分かりましたか？その私の知ってる受験生さんは、この同一または類似の遺書について異なった日に2以上の遺書登録出願があった場合にはって答えたんですね。で、条文は時はだったんですね。で、24年度はとても厳しい年で、ですね、合格率も、どんくらいだったんだ、24年度 63% だったんですね、これね。24年度が合格率 63% で、一番難しかったんですよね。一番合格率が低かったんです。一番合格率低かった難しい年は、このくらい厳しく言ったんですね。で、彼は場合にはって答えたんですけれども、試験員からこんなこと言われました。申し訳ないと、この条文は、この問題は本当に一言一句条文通り言わなければ通してはいけないことになっているんだと。だからもう一度条文をよく条文を見てもいいからちゃんと答えてほしいとか言って、この場合にはっていうのを時はに言い直しさせられたんですね。で、このくらいね厳しかったりします、一番難しいのは。で、全部が全部こんな難しいわけではありません。9条1項条文の通り正確に答えてくださいって書いてありますよね。で、大体過去問で条文の通りにとかね、正確にお答えくださいっていうふうにこう問題が書いてある場合には、これはね今言ったような感じで条文を暗唱させられたっていう問題だと思ってください。この正確にとかね、条文通りにって書いてある問題は、なんでこうインプット、受験生さんのインプットする側からすれば、本当条文通り言えるように練習してください。で、この問題は特に条文通りにかつ正確にっていう、こう正確に言えよっていうようなニュアンスが2つ入ってるんですね。だからこれ一番厳しいんですよ。でね、皆さん条文覚えるのつらいじゃないですか。で、なんでこんな条文覚える必要があるんだと言って覚えない方がいるんですけれども、じゃあ口述試験こういう側面が あるので、ちょっと大変なんですけれども、こうやってね条文通りにとか正確にって書いてあるような過去も問題は覚えていきましょう。ただですね、あとあれがあるのか、24年度こんだけ難しかったんですけれども、これ年によって違うんですよ。で、ここ最近合格率がめっきり高くなってるんですね、これね。
でさっき一番厳しかった24年度がこのくらいで、ちょっと簡単になってまた難しくなって、近年もう 90% 超えで、29年度とかだと 98.4% なんですよ。でこのくらいになってくると 95% 以上になってくると、あんまり条文通りに言えっていう問題は、そんなうるさく言う人いないんです。ただ合格率が 90% 以下ぐらいになってくると、だんだん条文通り言えみたいな感じが強まってきて、この合格率がこの7割下回るような年、22、23、24とか、あとまあ 75%、 26年度とかだと、なんかほぼ条文通りに言って答えないと通してくれなかったりとかします。でこれがじゃあ来年どうなのっていう話なんですけれども、どうなると思いますか。わかんないじゃないですか。で落ちたくないですよね。で特にここにいるような受験生さん、このあとインターネットの講座聞いていただけている方ですね、こうしっかりこう今の時期から勉強しようって思っている方なので、そういった方にはですね、やっぱりこう近年のこの 95% 超えだと条文通りやんなくても大丈夫なんですけど、5人しか落ちないですしね。ただね、こういつ難しくなるかわからないので、一応対策としてはね、私が後で説明する私の授業とかでは、今までこういう点でこういうとこちゃんと言えって言われたみたいな、各条文でこういうとこが問題になって、こういうとこが落ちやすいから気をつけましょうみたいのをこと細かくやってきます。でそれを覚えるか覚えないかは受講生さんに委ねます、お任せします。でまあ、伝統的に、条文通りしっかり答えなきゃダメだよっていうところがあります。であとですね、条文で言わなければいけないのは、口述試験実はね、条文見ていいことになってるんですよ。貸与条文が与えられているんですね。論文試験で使った条文が口述試験の会場入ってテーブルの上に置いてあるんですよ。でもし回答に詰まっちゃった場合には、こんな感じで何か聞かれて分かりませんでした、そしたらですね、すいません、条文集確認してよろしいでしょうかって言うと、はいどうぞって言われるので、すいません失礼しますって言って、こんな感じでこう条文見に行くんですよ。で条文見てその場で覚えるんですよね。その場で暗証問題だったら確認して、よし言える。で必ず、ね、閉じて言わないといけないんですよ。このまま回答しちゃダメで、必ず閉じてから、はい失礼しました、同一また類似の衣装について、異なった日に2以上の衣装登録出願があったときは、再選の衣装登録出願人のみが衣装登録を受けることができると規定されていますみたいな、こんな感じで答えることが求められ、こんな感じで答えればいい。なんでそんなに怖くはないです、条文暗証問題については。覚えられなくても今言ったような感じで、その試験会場のその場で1回か2回見て言うことができるように訓練しとけば、大丈夫だったりします。じゃあ次が条文青本の青本に行きますね。でこれ青本が厄介なんですね、これね。であとそもそもこうなんで条文が青本ってなってるかっていう話なんですけれども、一時期その口述試験 の客観性がないんじゃないかって言われたんですね。こう試験員によって左右されるのではないかと。でできる限り口述試験を客観的に行いましょうみたいな話があったんですよ。で客観性を担保するために、まず問題と回答がちゃんと作られたんですね。で試験会場行くと、主査の人がこう質問してくるんですけど、副査の人がこうなんか紙を持って、受験生さんがいたらこうなんかチェックしてるんですよ。こうやってピッピッピッってなんか見えるんですよ、ピッピッっていうのが。であれ何やってるかっていうと、私の予想だと問題と回答があるんですよ。でちゃんと回答通りにいったかどうかチェックしてるんですよね、これピッピッって。でこの紙に何が書いてあるかっていうのが、最も信頼性のある情報が書いてあるんですよ。でこの業界で一番信頼性がある情報といえば、まず法律の試験なので条文ですよね。で条文以外の趣旨理由で何が一番こう信頼性があるかって言ったら青本ですよね。っていうことで条文と青本の情報が書いてあるんですよ。なんでその通り言ってあげると
通りやすいっていうのがあると思われます。でただここは条文案本って書いてありますけれども、もうちょっと例えば意匠法とか商標法とかでは青本の記載だけでは足りず、審査基準まで問われることがあります。なので一応これ条文青本で、あとちょっと部分的に審査基準、そんなに全部やんなくても大丈夫ですけど、意匠法とかだと論文試験で覚えたような審査基準の内容が口頭で言わされたりします。で今度青本の話しますね。で今言ったように青本の言葉で言わないと通してくれないことがしばしばあります。で青本の言葉をね覚えるっていうのがすごい大変なんですよ。でまず何が大変かって言ったら分量がすごく多いですよね。条文集がまあこれくらいだとしたら青本ってドンってあるじゃないですか。でまず物理的に分量が多いとで大変なんですよ。であと条文は言えない場合にはその場で条文書確認できるんですけれども、青本は確認できないんですね。青本置いてないので見れないっていうのがいやらしいんですよ。なので条文はね青本は結構比較的しっかりこうやる必要があります。で全部覚えきれないんですよこれが青本が。で必ずと言っていいほど毎年自分が覚えている範囲外から趣旨理由が聞かれるんですよね。でその時困っちゃうんですよ対策してないと。で青本に関しては最終的にはですね綺麗に答えることは結構難しいと。綺麗に自分が覚えている知識聞かれてスパンって回答することができるのはだいぶうまくいった場合で、現実の試験会場ではそうならないと覚えていてください。私の言葉で言う頑張るっていうのが大切です。綺麗に言えないけれども頑張って何か言うんですよ。で頑張って何か言うとこの受験生さん頑張ってるなと、で何か通してあげたいなとってか言ってヒントくれたりとかするんですよ。で青本の場合だと事前にこれも、まあ、客観性を担保するために青本のこの趣旨の中でこことこことここ行ったらこの問題通してあげることにしようみたいのを、おそらく試験員さんがその試験30分前とかに問題渡されて集まって決めるんですよ。でこれとこれとこれを言ったら通してあげようみたいな。でそれがね、まあ、例によって違っちゃったりとかするんですけど、一応ね原則としてこれとこれ言ったら通してあげるみたいなのがあるんですよ。なんで言ったもの勝ちで、この文言がこのキーワード出てくるまでいろんな角度から言って頑張って言うっていう練習が必要です。でこれはね後で言いますけれども、インプットの世界ではなくアウトプットの世界なんですね。こう3番目でやりますけどね、こう場数を踏むっていうね、このアウトプットの練習っていうのが必要なんですね。でアウトプットの場で今みたいな自分が知らない趣旨とか理由とか聞かれても諦めずにいろいろ言ってなんとかその問題を突破するという練習をする必要があったりします。じゃあ次ね、2番の過去問プラスアルファっていうところに行きますね。で条文青本がとても重要だというお話をしました。じゃあその重要な条文と青本から勉強しようっていうのはあまり良くないんですね。これがですね、条文青本から勉強するとポイントが何だかわからないので、あと分量がすごいのでいくら時間があっても足らないんですよ。皆さんこうなんか仕事をされたり勉強されていたりして、非常にこう限られた時間の中で勉強してると思うんですけれども、時間有効に使わなきゃいけないんですよ。限られた時間の中で一番合格率が高い勉強っていうの、一番合格に近づく勉強っていうのは、その漫然と条文や青本を適当に読むことではなく過去問なんですよね。過去問からまずやりましょう。条文青本は大切なんですけど過去問からやりましょう。でなんでまず過去問大切なのかっていう話なんですけれども、過去問が本誌でそのまま出ます。昔はよく出たんですねこれね。でね、昔はですね受験者数がね結構ねこう変わってきたんですねこれね。昔はね受験者数は多かったんですよ。この21年22年23年とかは論文合格者数が多かったんで、こう21年とか24年とか1000人とか受けますよね。で1000人いると7日間とかで試験を行わなければいけないんですよ。
例えば22年度とか見ますよ。22年度とか、まあ、22年度こう1日目から7日目あって午前午後あったんで、あの各科目について14問作んなきゃいけなかったんですね、試験員で。でこんな感じなんで、こうそんな問題作ってらんないじゃないですか。でなので、あの既存の過去問があって1問か2問だけちょろって書いて、あのその年の問題にするみたいなことがよく行われていたんですね。なんで昔はね、過去問まんますごいよく出た、なんで過去問が出たんですけど、近年はね、まあ、受験者数がこう減ってきて、こうたかだか4日しかなくなったんですね。しかも午前午後に分かれてなくて、なんで特日4問しか作んなくなっちゃったんですね。でこうするとね、あの比較的時間があるので、あの新作の問題作ってきたり事例問題を作ってくる余裕があるので、過去問の比率は減ってしまったんですけれども、それでもやっぱりね、過去問はよく出るんですね。でなので過去問やりましょうと。で、あの弁理士試験の勉強して論文試験合格するような受験生さんって、まあみんな優秀なんですよ。でみんな勉強やってないやってないとか、仕事が忙しくて、あの全然手につかないとか言ってる割には、陰でね、特にここにね、この場にいる人とか、あのインターネットのこう聞いてる人とかはですね、まあやってるんですよ。で当然この人たちは、あの試験前は、試験あの直前になってくると、もう当然のように過去問はスラスラ回答することができるレベルになってるんですよね。でそういう状況の中、あの受験口述落ちちゃった時の私みたいに全然勉強してない人ですね、その当然に解けるような、準備してれば当然できる問題ができないんですよ。つまずいちゃうんですよ。でそこでね、あの心証メーターが一気にね、ガクーンってね、あの下がっちゃうんですね。もうちょろっと、あの基本的な問題聞いたところで、あこの人は前の受験生さんにできなかったなっていうことで、そこでね、心証ほぼ決定しちゃったりとかするんですよね。で心証が悪くなるとヒントが出づらくなってしまったりとかするので、その過去問はね、みんなが準備すればできるような問題を確実にこなすっていうことがとても重要です。でこの観点からも、あの過去問をやっていきましょう。でこの過去問プラスアルファっていうのは 何かって言いますと、これあの勉強進んだ受験生さん向けなんですけれども、まあ、過去問全部スラスラっとできるようになっちゃいましたと。でまあ、何やるかっていうお話なんですけど、過去問が、ね、できるようになったら次はですね、自分で、本誌 で出そうなところを、ね、予測するしかないんですね。ここ出そうだから勉強しようみたいなのを、なんかあのすごい分量が多いね、大量な試験範囲内から、なんかここは出そう、ここは出ないから勉強するんでやめようみたいな、自分で情報取捨選択し、あの出そうなところを勉強していかなきゃいけないんですよ。で当然私の授業を受けていただければ、まあ、この辺あの過去問出たの でこの辺まだ出てないけど臭いので勉強しましょうみたいなお伝えしますよ。でもそれ皆さん自身でやっぱりね、やっていただかなきゃいけないんで、過去問をやり込むと、あのこんな状況が生じます。なんか過去問全部やるとですね、何かの資料をこう見た時に、あここ過去問なんか出たなと。でここが出たっていうことは、例えば1個を聞かれたっていうことは2個を聞かれてもおかしくないよね、2個を勉強しようみたいな感じで、あのだんだんね、その勉強すればいい範囲で出そうな範囲を、ね、予測することができるんですよね。でそのためにも、過去問やり込むというのが重要です。まあこれでも、勉強進んだ受験生さん向けですの話なんですけどね。でこんな感じです。あの弁理士試験の口述試験 の勉強しなければいけない範囲がこのくらいあります。条文が本すごい分厚いです、たくさんあります。でこの中からね、まず何を勉強するか、私のおすすめは過去問自体をこうね、あの勉強するんですよ。この×ついたところが過去問ですね。でこれが非常によく出ると。で過去問やると、で過去問終わっちゃいました、次何やりましょう。でこの周辺をやるんですね。この辺やると、この点の部分を終えたら、この周辺がやる、この周辺がこう出やすいんですよ。全然関係ないところをやるよりも、全然このね、過去問の周辺部分をやった方が、あの単位時間あたりのその合格率が上がりやすいんですね。でこれあのさっきも言いましたけれども、口述試験の問題ってどうやって作るかって言ったら、
問題作成者もですね、そんな一から新しい問題作んないんですよ。何か新しい問題、奇抜な問題作ってその批判されても嫌ですし、大変だから、どうやって作るかって言ったら、既存の問題があって、既存の問題、あ、ふーん、こんな風に作ったのかみたいな、で、あ、なるほど、じゃあこういう風に聞いたから、じゃあちょっとここをこう変えて、同じようなこと聞いてみようみたいな、ちょっと変えたところを聞いてみようみたいな感じで問題作るんですよね。で、そういった問題のその作成のそのプロセスを考えても、この過去問の周辺部分をやるっていうのが重要です。で、周辺部分っていうのは、例えばその1個を聞いたから次は2個聞いてみようとかね。あと、そのこの条文自体は聞いたので、でもまだ趣旨は聞いてないから趣旨を聞いてみようとかね。あと、例えばそのダブルパテントについて、その特許法で聞いてみたから、次は医商法で同じようなことを聞いてみようみたいな、医商法の9条について聞いてみようとかね。あと、私の受験時代あったのは、なぜかね、商標法で不使用取り消し審判、50条の不使用取り消し審判だけがずっと聞かれてたんですよ、その17年度までは。なぜか不正使用取り消し審判51条以降は聞かれてなかったんですよね。で、私とかその17年度に落ちちゃって1年間勉強する余裕があったので、1年やってると、まあ過去問なんかすぐにはできないですけど、やることなくなっちゃうんですよ。で、やることなくなったら、まあ50条聞かれたら同じような感じで、51条以降の不正使用取消審判についても聞かれてもおかしくないよねっていうことで、まあみんなでね、51条以降も資料を作って勉強してたんですよね。で、ちょうどね、18年度で商標法で51条の問題が聞かれて、勉強してた私たちはすんなりこう突破できたみたいな経緯があります。なので、勉強の進んじゃった方ね、進んじゃった方、今みたいな感じで過去問以外のところを勉強 して過去問の周辺部分ですねを効率よくやっていくと、効率よく勉強することができるのではないかと思います。で、次が、あと場数を踏むですね。この1番2番っていうのは、条文青本過去問プラスアルファっていうのは主にインプットのお話でした。で、口述試験はですね、インプットだけではなく、アウトプットもとても重要です。で、これいくつか理由があるんですけれども、漢字として論文試験に例えましょう。論文試験をやんなきゃいけないとします。で、皆さんどう勉強しましたか？それを自分のやったことを思い出してください。だ、まず、まあ予備校の授業を聞いて、論文レジュメみたいな、基本レジュメみたいのを渡され、それを頑張って覚えたと思うんですよ。で、渡され覚えて、じゃあそれを覚えたら論文討論の場ですぐ書けるようになったかって言ったら、書けないかった人が多かったと思うんですよ。この論文レジュメを覚えるっていう作業と、その1時間とか90分とかの間で、限られた時間で問題文をね、10分間じゃない、5分とか10分とかで読んで答案構成し、残りのその45分ぐらいでぐわーって書くみたいな作業は、論文レジュメや基本レジュメや先生の話を聞いただけだとできないかったですよね。論文討論やもう論文の模試を、人によって違うんですけど、10回とか20回とか受けて、その本誌同様の訓練をして、初めて書けるように、どんどんちょっとずつ書けるようになってきたと思うんですよ。で、口述試験も同じです。私が授業で、ここが重要です、過去にこういうこの条文のね、ここの文言ちゃんと言えってすごい言わされたので、ここを言えるようになりましょうみたいなね。で、ここの問題のポイントはここなので、こんな感じで答えましょうみたいなことを全部話すんですけれども、じゃあそれ聞いただけで口述の場で話せるかって言ったら、また全然別な話なんですよ。頭では覚えてても、それね、いざそれがさっきみたいな感じで、じゃあ医商法の9条について条文に即してお答えくださいって言われて答えられるかって言ったら、また全然別で、それはね、練習しないとダメなんですよね。で、私の経験だと、皆さん
担当論文と突破して皆さん真面目なので、インプットはまあ大丈夫なんですよ。インプットは皆さんこう何もやなくても当然のようにできるんですけれども、アウトプットの、ね、回数が少なくなっちゃう受験生さんが結構多いです。もうインプットは十分してるんですけれども、アウトプットのが慣れてなくて、うまくこのなんか試験員とかみ合わないで落ちちゃいましたみたいな人がね結構いるんですよね。なんでアウトプット重要だってことを覚えてください。どのくらいアウトプットをすればいいんでしょうかってよく聞かれるんですけれども、私の回答はできる限りやってくださいと、時間に余裕がある限りやることをお勧めしますといつも回答してますとか言って、本当に真面目な人はものすごい全部の予備校の全部の受験期間、全部のこの会派の模試とか受けて、なんか試験当日に力を使い果たしてしまって、本試で自分の力を出せませんでしたみたいな人が100人に1人ぐらいたまにいるんですけど、そこまでやらなくていいですからね。そこまでやらなくてもいいですけど、まあアウトプットの場を設けましょうと。でアウトプットの場で練習、何を練習するかって言ったら、さっきのやつですね、青本とかで、なんか自分の分かんない趣旨とか聞かれるんですよ。本誌でも試験員と噛み合わないことがあるんですよ。でその噛み合わなかった時にいろいろこうやり方があるんですね。で授業でお伝えしますけれども、条文、すぐ条文を見に行ったり、適当にねあれこれこう準備しとくんですよ。国際調和の観点とかね、国だからとかね、そのよくある回答を覚えておいて適当に言ってみるとか、ちょっと言ったらなんかヒントをくれるので、そのヒントに頑張って乗って言うとか、そういったいろいろやり方があるんですけども、それをね練習する必要があります。でまたですね、条文暗唱問題っていうのが出るんですよ。で衣装法9条ぐらいだったらまあ短いんですけれども、長い条文言わされることがあるんですよ。なんだっけな、中央圏とかね、中央圏そのまま家とかいう問題がこう出たりとかよくあるんですよね。で中央圏家とか言えないじゃないですか、準備してないと。で準備してても言えないので、あとは衣装法26条とかね、26条家とかもきついんですよ。でアウトプットの場で本誌だと思って、その本誌その場で本誌の場で暗証条文暗証問題できなかった時、何やるかっていうのはさっきやった通り、すいません条文見てよろしいでしょうかつってガッて見て、ここは主体要件、ここは客体要件、ここは時期的要件、こことここ間違えやすいから気をつけよう、うん頑張って言えるみたいのを頑張って10秒とか15秒とかでやって閉じてから言うっていう作業があるんですよ。でダメだったら、すいませんもう一度参照してよろしいでしょうかで頑張ってみて覚えて言うっていうね、閉じて言うっていう、その訓練を普段からアウトプットの場でやってると、本誌でも同様の状況に陥った時に突破することができる確率が上がりますよね。でその練習をね、アウトプットでねやっていただきたいと思います。でこれがね私が思う口述試験合格のための3大ポイントでございます。でここからが今回の以上を踏まえまして、ここから口述マナーの基礎知識っていうのをお話しさせていただきます。で口述マナーの基礎知識というか、これをやっちゃうと口述落ちちゃいますよっていう、なんか NG リストを載せてあります。でね、そもそも口述試験の対策をしないという人がいるんですけれども、ここにいる人たちは大丈夫、意識が高いです。夏からちゃんと勉強しようということで口述試験なめてないです、大丈夫です。ネットで聞いている方も意識が高い、大丈夫です、はい、口述試験なめないでちゃんと対策しましょうね。で次がですね、 A を取りに行く勉強をすると。でこれは先ほど申し上げました、口述試験の採点は C 科目が2以上ないことが合格の条件です。で最後の問題までいかない場合には C で、なんで A を取る必要はないんですよ。 B を取れば十分です。なので深く勉強するのではなく、広く浅く勉強する
姿勢が重要です。コンスタントに B 以上取りに行く勉強すると、あと自分の言葉で答える、で通してくれる場合もありますが、条文あだな口述試験の原則は条文と青本です。あの論文今まで条文青本ぶっちゃけあんまり読んでこなかったという方結構いると思うんですけれども、あの自分の言葉が条文青本になってない場合にはですね、今からあの本誌までにですね、できる限り自分のこの回答が条文や青本の言葉に近づくようにちょっとずつ修正するあの努力が必要です。であとですね、過去問が完璧でないにもかかわらず過去問以外のことに手を出す、まずはね過去問やり込むことをお勧めします。で今の時期は大丈夫なんですけれども、だんだん本誌が近づいてくると、あのいろんな受験機関や会派 の答案練習やじゃない口述練習会でいじめられるんですよ。こんなのもできないのかみたいなね、1ヶ月前のにみんなできてるよって、君だけだよみたいなことをプレッシャーかけられたりとかして、うわーどうしようってなっちゃうんですね。全然思ったより全然勉強進んでないやって、あれもやんなきゃこれもやんなきゃこれもやんなきゃとか言って、あの試験 の当日に近づけば近づくほど、なんかああ全然ダメだダメだとか言っていろんなものに手を出したくなるんですけれども、それをやってるとかえって合格からあの遠ざかってしまいます。一番重要なのはまず過去問なんですね。で過去問とりあえず出たら確実に答えることができるっていうね、あのこれができないと他にねいろいろ手を出してもその知識が身につかないんですよ。でまず過去問でこの問題が来たら確実にあの口述 の水準にのっとった正しい回答をすることができるっていう練習をするんですね。 で過去問であのそれができる練習をするんですよ。でそうするとですね、あこの手の問題やあこの手の条文やこの手 の青本の理由趣旨だったらこういうふうに回答すれば大丈夫で、あと自分のその記憶力からするとこんな感じにふうに覚えていって、こういうふうに回答してあの試験直前この程度あの予習あの確認すればあの本誌でも対応することができるなみたいな、そういうなんかあの形というかね、なんか作ってほしいんですけども、それができないとあの過去問以外のねよくわかんない条文とか青本とか見ても回答にならないんですよね。でまずはその決まりきったあの過去問であればしっかり回答することができるっていう、そのね自分の中のどうすればできるのかっていうのを確立する必要があります。だとですね、アウトプットの量が少ないと、アウトプットの練習の量をできる限り多くしましょう。だとですね、アウトプットの練習の時期が遅いと、できる限り早い時期からアウトプットの練習を始めることをお勧めします。で皆さんは大丈夫なんですけれども、あの例年全然あの試験合格すると思ってませんでしたと、で論文絶対ダメだと思ってたら受かっちゃいましたみたいな人が9月下旬になると現れるんですよ。であと3週間しかないんですけれどもどうしましょうみたいな人がいるんですけれども、でそういう人たちがですね、まあ私はねもうだから過去問やってあのできる限り多くの、 あのアウトプットの機会を設けてくださいと、で片っ端からこの口述の練習会申し込んでくださいと言うんですけれども、いやいや自分にはまだ早いです、私にはまだ早いです、ちょっと1週間とか10日間ぐらいはインプットの時間を設けて、でちゃんとインプットできるようになってからアウトプットやりますみたいな方が結構いるんですけれども、その方針がねあんま良くないんですね。でそのインプットの方法が運よく正しければ問題ないですよ。でも多くの場合アウトプットやってみて、うわ自分の今までのインプットちょっといまいちだったと、ちょっと見当違いのとこ行ってたみたいな感じでちょっと気づいて、そこからインプットをちょっと変えてってね、どういうふうにインプットしていったら正しくアウトプットすることができるのかっていうのをフィードバックかけていろいろ試行錯誤しなければいけないんですけれども、そのフィードバックを早めにかけるのが必要なんですけど、あ、それをそのフィードバックを早めにかけてくださいねっていうお話です。でなんで受験勉強の仲間がねいる方は意識の高いあの仲間で会って早い時期からあの口述の過去問ね、口述アドバンステキスト、ちょっとね宣伝しろって言われたので宣伝させていただきます。もうね口述アドバンステキスト30年度の出てます。これがもう出てますので、まあ、買っていただいてあの仲間内でやったりね、あとお昼休みとか周りに
弁理士いる方はですね、ちょっと出題してくださいとか言ってお願いしたり、職場でこう弁理士試験勉強してるっていうのを隠している方はですね、言いたくない方は奥さんや恋人に、すいません、ちょっとこれ問題読んでと、で書いて、でちょっと間違ったとかチェックしてとかね、奥さんとか彼女とかにお願いしたりとかしてもいいです。できる限りね、早い時期にアウトプットの機会を設けることをお勧めします。で今までが、で今のが、 今のがですね、本試験前の話ですね。でここからが本試験中や口述練習会でのお話です。何か聞かれました、衣装法26条について条文に即してお答えくださいっていう問題を受けました、26条かよって、そんな長い条文覚えてないよと、で頭がフリーズしてしまって沈黙してしまう方がいるんですね。でこれがあんまり良くないです。で沈黙してしまうと、そこでなんか沈黙してる時間が過ぎちゃうんですよね。で必要なのは10分間という限られた時間に最後の問題まで到達するっていうことが大切なので、沈黙の時間はもったいないんですよ。自分から積極的に局面を打開する必要があります。で例えば今の問題だったら、衣装法要は26条言えばいいわけじゃないですか。談笑問題なので条文集見ていいことになっているので、それはもうすぐ、わこれ言えねえなと思ったら、すいません条文集見てよろしいでしょうかって言って、条文集見に行って頑張って26条その場で覚える、もしくは事前に覚えているのを確認して、よし確認して言えると、で閉じて言うっていう条文集見に行けばいいんですね。であとアンホンの理由趣旨系だったらどこも参照することがないので、その場で頑張って言うしかないですね。自分でもっともらしいことを頑張って言ったりとか、でそんな感じで自分から積極的に局面打開する必要があります。で合格率が 95% 超えてくるような年は結構ヒントをくれるんです。言えなかった場合にはこうだよああだよって、こういう観点から考えてみてみたいなヒントがくれたりするんですけれども、合格率が低い年、8割以下ぐらいの時は、今年は原則助け舟はなしとか言って助け舟が、ね、出ない年とかあるんですよね。でそういう時とか、今言ったテクニックで自分で局面打開しに行ってください。で今年来年の合格率がどうなるかわからないので、その練習しときましょうね。運がいいと助け舟出るんですけれども、沈黙しても大丈夫なんですけれども、自分からどうにかするよう練習しましょう。であとですね、条文集を参照するのが遅い、条文集を見れば回答できる場合にはすぐ条文集参照してください。これ先ほど申し上げました。でこれも言いましたね、理由趣旨で文言が出てこないと、理由趣旨をあれこれ適当に言うと、で適当に言うとですね、もなんか近いと、それってこういうことですかとか言って、なんか試験員が回答に言ってくれたりとかするんですね。でそれはラッキーで、はいその通りですとか言って突破したりとかするんですよ。でとにかく、ね、自分から言わないと始まらなかったりとかするので、あれこれ適当に言うっていう能力がすごい重要なんですね。アウトプットの場でぜひやってください。で私のアウトプットの授業、アウトプットの講座でも私が問題作るんですけれども、あえてねちょっと難しめの問題も入れてるんですけれども、私の授業講座結構この意識の高い人たちが集まんで、みんなできちゃったりとかするんですよ。なんでわざとちょっと難しい問題とか入れたりとかね、あと他の会派の問題でも、なんだこんなクソ問題出すんだみたいな変な問題あるんですけれども、それはですね、本誌で自分がわからない問題に当たった時の訓練だと思って、変な問題出しやがってとか思わないで頑張ってちょっと答えてみてください。あとですね、あれこれ言うと審査官がね誘導してくれることがあります。ヒントくれるんですね。でこのヒントに乗るっていうのが非常に重要なんです。でこの業界結構自分の意見にこだわってあんまり人の話を聞かない人がいるんですよ。でなんか口述試験ダメだった人の話とか聞いてると、なんか試験員と噛み合わずに、いや何とか先生の本にはこうこうこう書いてありましたとか言って、なんか基本書のね、よくわかんない難しい基本書 の内容とか全部覚えてて、それを言う人がいるんですけれども、それ通らないんですね。それね、試験員がチェックしているのは問題と回答が
書いてあるこの紙に、この回答用紙に書いてある紙に書いてあることを受験生が言ってるのかどうかっていう、それしか判断しないと思ってください。あの、自分が絶対正しいと思ってても通用しません。なんで試験員は多くの場合には、あの、この回答を言えるように誘導してるんですね。なんでその誘導に従ってください。でこれもね、ちょっと練習が必要です。アウトプットの場で、あの、問題出題者の、ね、誘導に乗る練習をしてみてください。あとですね、これ試験本番の時の話ですね。出来が悪く落ち込んでしまい、次の科目に引きずってしまう。これ先ほど申し上げました。まず特許法から始まるんですね。で特許法で全然できなかったと、で衣装法商標法では頑張ってくださいねとか言われたりとかすると、それって特許法は C ですよっていうことなんですけれども、それでショックを受けて引きずって、ああもうダメだってなってしまう人が、でその雰囲気を引きずって衣装商標法もダメでしたみたいな人が毎年いるんですけれども、引きずらないと、一科目 C でも大丈夫と思ってください。で多くの場合、3問中特実衣装の3問中全部難しいっていうことはないです。多くの場合、1科目難しかった場合には、他の2科目は、あの、比較的簡単なねことが多いです。2本ぐらい難しいのもあるんです、多いです。なので1科目難しくても、他の科目で、あの、挽回して B 以上取れる確率は十分ありますので、すぐ気持ちを切り替えるということが重要です。あとですね、今大体言ったのが内容の話なんですけれども、形式面が重要なんですね。これがですね、口述試験これ特有の話です。下を向いてしまう人がね結構いるんですね。で前を向きましょう。で声が小さい人もいるんですけれども、声を大きくしましょう。でね、これなぜかっていうと、その正しい回答をしても、あの、下を向いてかつこうなんか声が小さいと、なんか非常にこうなんか理解が伝わらないんですね。例えばありますよ、その正しい回答は同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があった場合、あ、時には再選の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができる、でこんな感じで答えるんですけれども、これがですね、下向いて小さい声で同一または類似の衣装について異なった日に、ちょっと小さかったらごめんなさい、2以上の衣装登録出願場合、再選の衣装登録出願人のみが衣装登録受けることができる。で今正しい回答を言ったんですけれども、心証すごい悪いじゃないですか。この人ちょっと弁理士に合格させちゃダメだなみたいな雰囲気が伝わってしまうじゃないですか。でこれがね結構いるんですよ。このパターンで落ちちゃう人が結構多いんですよ。で必ずで、これちょっとね、その簡単に直せないんですね。その人のこのなんか個性に関わる部分でそんなに簡単に変えられないんですけれども、できる限り前を向きましょう。下向いちゃダメです。上、あの、前か、考えるときはね、そのこんな感じで考えたりとかね、下向いて考えると全然分かってません僕みたいな心象を与えてしまうので、できる限りこうなんか下を向かないとか、あと目をつぶったりとかね、目をつぶるのもね、な困った風に感じて取られてしまうんですよね。なんで目をつぶらないとか、でね、声もできる限り大きくしましょう。でね、これもあのアウトプットの場で練習することですね。で私のアウトプット場で出ていただければ、私こういうの逐一チェックしてあのお伝えさせていただきます。で以上が口述マナーの基礎知識で、じゃあ以上を踏まえて、その私がその口述の講座をですね7月末からやるんですね。でこれでどういうことやるのかっていうのを簡単に説明させていただきます。でファーストフェーズがインプットの講座で、セカンドフェーズがアウトプットです。で詳しくはですね、あの紙を見ていただきたいんですけれども、まあ、ファーストフェーズ第全部で8回ですね。でちょっと変則的で2時間30分なんですね。あの19時からだとあのお仕事で来られない受験生さんがいるということで19時半スタートと。でさらにあの今年ちょっと平日なんですね。で平日来れない方いらっしゃるじゃないですか。なのであの欠席フォローっていうのがあります。
各回ともに生講義の実施日の2日後から10月31日までこの2時間30分の講座がウェブで見れるんですね。なんで万が一この生講義に参加できなくても大丈夫、お家で見れます。で、ですね、この条件が通信とあんまり変わんないんですよ。通信も、まあ、10月31日まで見れるんですね。なんでどちらかなって考えている方は生でも時間あるときは来れるので生がおすすめですと、おすすめしますとのことで社員さん曰く。でインプット何するかと言いますと、このオールインワンテキストっていうのを使います。オールインワンテキスト、これ去年のものなんですけれども、で何がオールインワンって言ってますかって言いますと、先ほど条文、青本、過去問が重要だと私お伝えしました。でそれがね全部ね書いてあるんですよ。これは築城解説的になっていて、例えば17条の2とも言いましょうか。手続き補正で17条の2でまず条文バーってあるんですね。条文があってでね、必須事項と主にプラス1っていう項目があるんですね。必須事項とプラス1で、必須事項は今までに過去問に出た青本や、審査基準の抜粋があります。また以前出題された過去問があります。過去問だと出た部分のその審査、青本と審査基準が、ね、あと改正本もありますけど抜粋されてるんですね。でこの必須事項は出たとこで、プラス1はまだ出てないんだけれども出そうなところが書いてあります。なんでこれ見れば条文、青本、過去問全部、あと、まあ、審査基準も入ってますのでバッチリと、でもうこれだけやっとけば大丈夫と。でいろいろね勉強の範囲、まあいろいろ人によってどこまでやるか考えちゃう方もいるんですけれど、まあこれ以上ここから出たら他の受験生さんできないので、まあ、これだけやれば OK と、オールインワンテキストと。でこれがね勉強しづらいので、勉強しやすいのでおすすめします。でこのテキストを用いてですね、以前の過去問でこういう点が聞かれましたと、でこの辺をしつこくね言わされましたと。でこの青本の趣旨の問題ではこの部分がキーワードになっていて、この部分が出るまで通してもらえませんでした、なんでこのキーワードを覚えましょうみたいな、その感じを初めから最後までできる限り、時間のある限りやっていきます。でこれがインプットと。で次がアウトプットですね。でアウトプットセカンドフェーズで、先ほど私そのアウトプットの講座、アウトプットの回数をできる限り多くした方がいいと言いました。で私はそのための工夫をしていまして、そのために工夫をしています。どういう工夫をしているかと言いますと、私を含めて全受験生さんを4人ごとのグループに分けるんですね。で4人ごとのグループの、その各グループの4人の構成メンバー、それぞれ A さん、B さん、C さん、D さんって名前つけます。で A さんにはこの問題出して、ね、B さんはこの問題出して、 C さんはこの問題出して、 D さんはこの問題出してみたいなのを事前にお伝えします。で第1ラウンド、これね1ラウンド10分です。本質と約同じ時間です。でこの時間で A から B、C から D って書いてありますよね、1ラウンド。でこれ何を意味するかと言いますと、 A さんが持っている問題を B さんに出題してください、 C さんが持っている問題を D さんに出題してくださいっていうことを意味します。でこれ実際出していただくんです。で本質よりも若干短い時間であります。7分ぐらいやっていただいて、残りの2分ぐらいで 2,3 分で公表していただきます。ここ上がってましたよ、ここは抜けしたんで気をつけてくださいみたいなのを公表していただいて、で10分経ったらはい終わり、次第2ラウンドです。で同じことをします。次 B から A、 D から C ってあります。でこれ B さんが持っている問題 A に出題する、 D さんが持っている問題 C さんに出題すると、で今度質問する側とされる、する側とされる側が入れ替わるんですね。でこんな感じで、まあ6ラウンドやったら60分1時間で、これを3回やるんですね。3時間分やると、で単純計算でその2分の1の時間、 50% の時間は発言することになりますよね。なんで他の講座に比べて断然アウトプットのしてる率が高いんですね。で受験生さん同士でその質疑応答されるのどうなのっていうか思うんですけれども、自分で出題するとですね、出題者側の気持ちを理解することができるんですね。で自分が出題すると、なんかこういうふうに答えてくる、ある答えをすると、この答え方上手だなとかね、この問題のポイントはこうだからこういうふうに回答した方がいいのになみたいな感じで、でいざ自分が回答に回った時に出題者側に響く、通用するような風な回答方っていうのがなんとなくね分かってくるんですよ。っていう感じで、っていうメリットがあるので、
受験生さん自らも出題する側の立場に立っていただきます。でまたですね、本試験スタイルですね、本試と同じような問題を同じような時間、同じような時間と同じような問題を解くっていうのが重要です。論文の模試とか答練も、あれ本試験と同じようなその問題を同じ時間で解くからあれ意味があるんですよね、ということで、できる限り本試と同じような時間帯でスタイルでやりますと。でまたその大体講義の時間の2分の1喋れるので、アウトプットの時間を増やせますと。でまたですね、いろんな人と、異なるタイプの人と質疑応答する経験というのが重要なんですね。これ仲持ちだけでやってるとなあなあになってきてしまうんですけれども、私の講座は例えば30人とかいます。で30人で毎回ランダムにこう いろんな人やるんです。でそうするとなんとなく繰り返すと、このタイプの人はこういうふうに回答しようみたいな感じで なんとなく分かってくるんですよ。でそうすると本誌でどういう審査官に当たるかわからないですけれども、いろんなタイプの人の審査官がいますので、このタイプの人だこう回答しようみたいな、なんとなくこううまくいったりとかするんですよ。こんな感じで異なるタイプの人と質疑応答する経験というのが重要です。またですね、自分で出題して他のね受験生さんの回答を見るとすごい刺激になるんですよね。なんかこの人たちすごい勉強してるな、頑張って勉強しようとかね、この回答うまいなみたいな、なんでなるほどこの人の回答はすごい的確で余計なこと言わなくて採点しやすいなとか、そんな感じでね、いいとこ学べたりとかするんですね。でなのでこんな感じでやるのが私たちの講座は、こんな感じのアウトプットをやらせていただきます。で当然これ私も入りますよ。で私が入ったところは当然さっき言ったこのね形式面とか、今ちょっと沈黙しちゃったけど、ここの沈黙がちょっと無駄だからね、このタイミングでこうすればいいですよみたいなアドバイスさせていただきます。で以上が口述マナーの基礎知識でした。最終合格目指して、頑張っていきましょう。以上です。